Thank you.
通信機も治ってるかな。あのヒーローは今栄光の階段を転がり落ちるキャプテンコークの続報です。脱毛マシンの問題で銀河裁判所は彼に対して総額60億ボルトの損害賠償命令を下しました。そして2日前、ホワイリゾートに高飛びしようとしていたところを当局に発見され逮捕されました。ところが収監された翌日、なんと彼は脱獄に成功したのです。全てを水に流し、あのヒーローは今。次回をお楽しみに。バカだな、クォークって最高だよ。最低か。
証明してみせるぞ、この私が。また変なのが出てきたよ。それは不正解。お前さんのその頭を胴体から引き算してやってもいいぞ。論理的にですね、それが何なのか教えてほしいっす。あそこにあるバトルサテライトで勝負をして勝てば生きるメガコープゲーム、お前たちの強さを証明してこい。プラットフォームは生きてるっすね。ポートに接続して。うわ、すげえ、バトルサテライト行くぜ。Thank you.
コプターの片切れ。やるな。お前たちの強さを証明するチャンス。次はメガコープゲーム。メガコープゲームにようこそ。プレゼンテッドバイメガコープ。さて、挑戦者が最初に予選で戦うのはメガコープの精鋭グラディエーターチーム。だが予選を生き延びても安心はできない。金網でスマッチの手を荒くの井戸が待っている。おっと、規定種目にはホバーバイクレースもあるぞ。相手はメガコープレーシングチームだ。警告、メガコープはゲーム中の自己障害死亡、その他の損失について一切責任を負いません。自己責任でどうぞ。メガコープゲーム、合言葉はメガ。
オッケー、ここがコアターミナルだ。なんか情報引き出そうよ。このエリア全体にパワーが来てないっすよ。そっか、メインテナンスボット呼ぼう。あいつ追いかけて自分で直そう。